ですけどね、はい、なんかこうちょっと相手の気持ちになって相手どこにいるんだろうドキドキ感もちょっと、はい、不安をね、そうそうそう、はい、不安なんだ、ね、ドキドキ感をちょっと、はい、画面上で見てみましたけれども、はい、いやでも、まあ、先ほどあそこで引っ掛けたのでね、はいはい、十分なアドバンテージになったんですが、今回は、そうですね、FM 側が気づくことができたので、はいはい、アクションは起きませんでした。そうですね。さあ、そしてはい、ということでね、並び替えね、あ、そうです、並び替えお願い、はい、お願いしますね、はい、お願いします。そうですね、失礼いたしました。ミッド、はい、はい、終わりました。大丈夫ですか。はい、さてさあ、まあ序盤という意味ではまあ特に、まあ池田側がトップの、ジャングルサップと、そうですね、まあおそらく恐れたのは、はい、カジックスが赤バフをやって、はい、バイが、ブルースターとして赤バフをやっている時にインベーダーに来られるのが非常にカウンタージャングルですね。なるほど。おっと、いやだ、ちょっとミッドがいきなりベルスがちょっと減りすぎな気がしましたが、そうですね、いきなり赤系、はい、赤点滅しましたからね。さあ、ボットで仕掛けていた2人とも綺麗に巻き込むが、これはさすがに、ま、1レベルのために深くは負えない。そうですね、まあトリスもちょっとこの段階で射程が最低ですからね、飛び込めんねんしな、はい、射程もないのでといったところでしたね。さあ、ミッドのジリアンはもう HP ほぼ、はい、プラスコスタートで、まあ、回復している状況。そうですね、はい、さあちょっとさあ、やはり、ね、先ほど言いましたけどシンゲド、はい、AP 勝負ですね。そうドラね、リングを積んでもう、はい、サスティンないですから芝穴、はい、なのでガンガン削ってもうレーンに入れないヘルスにしてしまえば関係ないと。なるほど、はい、そういった意味ではちょっと立ち上がり苦しそうです。ミッドも、いやでもそうですね、ジリアンセロ選手の方がファーム量というか、はい、ラストヒットでは上回っている状態。そうですね、かなり回復に物を言わせて爆弾乗っけるだけでいいので。なるほど、はい、はい、まあ、乗っけるだけといえど乗っけるのは結構難しいですね。なるほど、はい、さあフラスコも積んで HP も回復したゼリアに対してミッド HP だけ見ると向こうの選手6割ほど削られている状況。さあサスティがないためにちょっとでもあの毒に触れてしまうと、はい、ヘルスがガンガン減ってしまう。さあちょっとレーンはかなり厳しそうですね。さあ細かいところですが毒を当てて毒を切るというね、ちょっと、いやミッドがちょっと異常事態ですよ。ミッドが19ファームで6ファーム、さあもうかなりゾーニングしてるような CS 差には見えますか。そうですね、ちょっとこの状況はジグズゴの状況というのはかなり苦しそうですが、はい、これは何でしょうか。セロ選手としてはジグズのカウンターとしてのズリアンを、さあうまくダッツ選手がさあ仕掛けますが持ち上げられる、ポイント投げて冷静でしたね。何もなかったようなポジションになっちゃいましたね。はい、ぐらいの勢いでね、はい、かわしていきましたけども、ナイスな。さあどうですか、ポットに物を言わせて、ハラスしまくってるジグズじゃないや、ジリアン VS、ですが、もう居座りたくない、爆弾乗っけられるとちょっとバリアも辞さないようなヘルスになってきましたけども、そうですね、もう体力4割、はい、爆弾2発重ねられると即死もあり得るような状態ですね、はい、そうですね。さあなかなかヘルスが減っていくシバーナ、ここにちょっとカジックスが絡んでくるとタワー下でも絶してしまうのでそれだけ気をつけたいですね。いやしかしもうボットも苦しい、全然ちょっと CS に差がつけられている状態ですね。はい、今のも、敵ミニオンがいないので、はい、放り込んで、毒プラスこちらのミニオンでもうガツガツする。さあジーアンが今度は捕まらない。そしてユーポイント選手ダメージ、いやしかし毒の方が痛い、はい、が入っていきますが、まあ、シンゲドイグナイトではないので、はい、シンゲドがちょっと入りきれない状態でしたね。おっと、ここで
そう、下がっていって持ち上げますが、でちょっとちょっかい出しただけにしますね。そうですね、ジグスは今のガンクによって相手をリコールさせることができたので、はい、止まらず自分もリコール。赤くれん少し CS差が出てます、出てき始めましたかね。ヒルなしで700ゴールドさ、いやこれが開いていってしまうと本当に、ね、そうですね、もうミッドに関してはもう最初からちょっとゾーニング気味だったので、はい、ちょっと序盤ね、はい、ウボン選手がこんなにヘルスが削れてしまったそうと思ったんですけど、そうですね、そこから一気に、さあ入りましたが、仕掛けますか、打ち上げてカウンター前ですね、はい、たどり着く前にもう道中で打ち上げましたからね、はい、まあ、あれだ、あのタイミングで打ち上げられてしまいますと次につなげようがありません。さあカジックスはもうレベル6までガンクしないぐらいの、そうですね、なんかちょっと、はい、ラッシュしてますね、はい、完全に引きこもりで、はい、もう俺はレベル6になってから活動するから、ね、なるほどね、はい、さあ山で修行した成果を一気に見せることができるのか、はい、シドカジックス、お互いに、まあ、ドラゴンやれるのは早いんですが、カジックスを抱えてる FM 側の方が、はい、まあ、やりやすいという感じですね。さあ本当にカメラちょっとボットレーンがお好きなようですけども、はい、各レーンいろいろと、トップもさあとうとうこのポジションに入ってきた、はい、ここがシンゲドの場所だよぐらいのね、はい、はい、シンゲドファームと言われますけども、そうですね、ちょっとシンゲドのこの位置に入り込まれてるんですけども、下手に倒しに行くと自分が殺されてしまうから倒しに行けないという、ミニオンのロストが激しすぎるので、はい、取ったとしても、そんなにアドバンテージがないという、そうですね、嫌なポジションなんですね。さあユフリア選手、おっと、そしてシンあれですね、カジックス、シドカジックスがかなり裏手の位置までワードを置きに行きましたね。そうですね、これは、まあ、もちろん、ね、シンゲドが裏に入ってファームした時の、はい、警戒用、そして行くのが見えたんであれば、カジックス自身も寄って、逆にキルを狙うというようなプレーができますね。非常に大きなワード、はい、さあトップですけれど もうこれはまあ、お互いにファームを落とさないようにというか、ユフリア選手側がどちらかというとファームを落とさないように、落とさないようにという、おっと持ち上げますか、裏で今度足掛けていった、さあゴリラ選手がただシングルなのであっさりとかわしてお互いに失敗返しするような感じ、そうですね、ちょっとレオナで入っても、はい、なかなか一人じゃパシブ割れないですからね。うん、そうですね、で今 E で割ろうとしたんですけども、はい、スペルシェルで下がれてしまった、はい、その辺ちょっとトリスがペアだとなかなか、そうですね、まあ、通常さえ当ててしまえば割れるんですけど、なかなか割りづらいですね。さあここさあどうだ、これはちょっと仕掛けに行ったか、ジリアンがベイト組に加速して爆弾に外れるが、これは切るまでいかず当然復活。さあカジックス体力が8割で戻ってくる、やはりいい上げ、ただレオナが間に合った、ナイスタイミング、ファーストブラッド、いやしかしさあトリスにも囲まれてしまった、さあ最後はさあもう一人拾えるか、いやしかしアリスか拾えるか、さあ TP がかかってテレポートが来て誰がやってきた、さあシンゲドはキャンセル、はい、そうですね、見せて相手が下がるのを確認してキャンセル、少し時間がかかってしまいましたね、はい、ちょっとこのあのテレポートはなんかプレッシャーとしても、はい、まあ、ボットの寄りが早かったもありますが、まあ、切るまでのアクションが少し時間がかかってしまいました。なるほど、さあ2キル対1キルという状況、さあシンゲドが痛い、サスティンのない芝穴がつらい、いやまあ、クロークですからね、そうですね、ネガトロンからいきなりスタートというこの辛さ、はい、まあ、詰まなきゃ痛いんですけども自分の回復がないので、はい、ちょっと対処しづらいですよね、
さあ、ゴールはただね、ゴールド差がワンキルアドバンテージ、ファーストブラッドを取ったことで、少し戻すことができました。ほぼ互角のゴールド。そうですね、ここでカジックが寄って、タワー下で、芝穴を削ることが、まあ、理想っちゃ理想なんですけれども、トップにカジックスの姿を見せてしまうと、逆に、池田義昭がどっちだとドラゴンのチャンスになってしまうので、なるほど。そこら辺難しいところですね。もちろん、芝穴ではないか、新型のテレポートは落ちてるので、まあ、やりやすい環境にはなってしまいますね。なるほど。さあ、ファーム上では新月と芝穴が、新月と芝穴がほぼ互角まで持ってきました。さあ、ミッドも徐々にファーム量の差がつかなくなってきました。レベルが上がって、ファームは、まあ、やはり、おっと、さあ、仕掛けていく？がポイッと。何事もなく終わりました。ただ先ほどそのしようにてちょっ今と、おっ削と、られてしまったので、おっ、カジッ先クほどスか、話に出たようにカジックスがやってきましたが、カジックスか。さあ、居座りを選択してしまった芝アナ、ちょっとこれは押し付けられると辛いぞ。さあ、裏からバイが入っが、バイが寄って、バイが寄って、バイバイが寄っはて、寄り切れない、この距離感。フラッシュはあるぞ、フラッシュはあるごぞ。めん。さあ、寄ってフラッシュから下がって、さらにフラッシュで追いかける。さあ、さあ、どうだ、新選手こがもれう一は発あどうるか。だ、シンケドいが、やー、諦めた。これはさすがにレースですね。まあ、ただ、ここきっちりダース選手諦めてっていうか、自分はまで巻き続かないように、そうですね、早い判断をしましたが、ただタワー下はこれさあ、はこれは一点に座ってしまうと逆に切るチャンスと言わんばかりですが、さすがにちょっと一個背負うか。さあ、ボートでも戦いが始まってますが、さあ、アリスタが裏を狙っている。ストレスが辛い。そしてそのまま、ゴービッキー、レオナにフォーカスが移って、さ、次の CC がアリスタ上がってしまうと、上がった。これはキルまでつながってしまう。ナイスキル。ここでトップ、おっと、これはかわいい、もったいない。キル、どうだどうだ、ちょっとここは冷静。そうですね、しかも生き残る。これはいやー、今のこの判断、抹茶じゃない、ブレイ、ま、ブレイ、さすがの脳筋。いやー、あの状況でカウンターを狙っていく、そうですね、冷静でしたよね、脳筋とミス。まあ、今、しばらの穴がなかったので、そこだけちょっと痛かったですね。そうですね、しびるか、しびる。そうですね、もしマナーさえあればスキルを回転させてキルまでつなげられたかもしれないんですが、まあ、非常にマナー選手の狙いとスキルのタイミングが良かったとは思うんですけども、そうですね、まあ、それを踏まえたとしても、マッチョ選手じゃない、いや、のブレイマッスル、ブレイマッスルさん、ブレイマッスル、まあ、本当にね、いや、冷静でした。そうですね、あそこでちょっと叫んじゃいましたね。そうです、え、おおみたいな、ね。完全にね、2キル、もうなんか2キル取ってアドバンテージみたいな話をしちゃいましたが、さあ、改めて試合を見ますと、やはりファーム差が影響しています。キルはイーブンですけれども、ファーム差によって300ゴールド差。ただなんだこれ、寄れない、まるで寄れない。自分のレーンに戻れない、この感じ。ちょっとあの青いのやだみたいな。そうですね、ようやく戻って、ようやくファームという、ただそうなんですよ、実は、まあ、キルデスはイーブンなんですけども、まあ、序盤かなり下がったファーム差がなくなってきましたね。そうですね、まあ、トップぐらいですかね、ちょっと狙って。そうですね、15から20ファーム、もう全例負けてますみたいなこと言ったんですけども、もうかなりそれが立ち直っている。やはり IKD、 この序盤から中盤、おっと、アリスタが仕掛けて、持ち上げて、ここそしてどうだどうだ、あれどうだ、レオナがいい形で、お、フラッシュで逃げて、いや、タワーが押した、これはちょっとタワーが2発目入ってきて、カジガル、これはちょっとシグサウルトが来る前に決める、どっかすぎましたね。タワー下まで行く必要はなかったかなと思ったんですけども、はい、
ドリブルをまず行ってしまいましたね。仕掛けたで、まあそう、もうジュースのルートが飛んでくる前に、はい、ただどうだ、これは思わずシングルウルト発動させて、さあただこれファームルとか、さあどうだ、ここで投げられてしまうとあんまり意味がないんですが、投げ、さあバイが出て、バイが入って、バイが持ち上げて、ただちょっとシバーナが引きの姿勢を入っていたんですが、ナイスキル。いやしかしこれシバーナが一発タワーのダメージ受けたことで、ダン選手もあんまり削られそうですね。さあ前を押そうとしますが、裏からカジクスがポロ、カジクスシュドがポロに行く、はい、いやー、池田側が序盤の振りを覆して、そうですね、イーブン以上の状態まで持ってきます、はい、ただタワーが寄ってきますが、さすがにはゲルまでは繋がらず、おっとジュリアンがすごいところにいますね、はい、がピンがなされて、ピンクワードを壊したい、すごいピンクワードを壊したい、壊したいがけどダメが、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 来るなら殴るよみたいな、そうですね、はい、さあゴッドカメラが映りました、はい、さあもう15分になりますが、まだドラゴンはどちらにもキルされていません。あ、そうですね、14分でドラゴン、はい、結構ね、10分以内にパワーもないですから、ね、はい、どちらかが取るっていうのは結構見るんですが、2人とも持ち上げてと、さあ、さあ狙いはゴリラ選手にいった、ゴリラ選手がシールドを使って耐える、耐える、耐える、タワーテレポート、はい、で今のはトリスがキルするかなと思ったんですけども、そうですね、ギリギリ、マナですね、全てはマナです。なるほど、マナがなくなってたんですね、ウルトさえあればもうキルまでの時間ですけども、ウルト打つマナがなかったと、まあ、そしてテレポートで入っていって、はい、そのままワンキル取ってドラゴンという完璧な流れで、はい、FM 側がゴールドさ逆転、まあ、本当にビサ、お互いにビサではありますが、そうですね、はい、はい、本当に新一体の攻防を繰り広げています、デツネーション FM バーツ池田義明、さあトップパレットを狙っていきますが、これをまあ割るところまでいかなさそうです、まあギリギリ残るかなという感じですね、はい、いやマナ管理の難しさっていうか強さですよね、難しいですね、はい、おっとさあ関係なし、もう関係ない、関係ない、殴る殴る、がさすがにちょっと深すぎ た、はい、さあ裏からセリアンがいるのが見えているが、さあウルトで飛んでくるのも分かっている感じ、さあしかしジリアンちょっとマナが少ないために、爆弾くっつけておしまいと、そうですね、スローを入れて待ち構えるような形にはなりませんでしたし、もまあ当然フラッシュがあるわけではないので、はい、無理はしない、さあヘルス差がちょっと出てきてしまったためにシンゲドが後ろ行ってまむしそうな雰囲気をちょっと醸し出してますけども、ね、また、はい、またシンゲドの固定ポジションを取りに行きそうな感じもしますが、そうですね、さあ目指しているのはやはり、シバナが走って殴ってくるというのもあって、はい、まあ チームファイトによる影響としても、最初にクリスタルセプターでね、はい、ロック巻いてスロー巻いてというのがね真剣な仕事ですけども、なるほどね、はい、さあそしてさあもうシビルが痛いというかブーメランを往復もらってしまうと、ね、とてつもなく痛い、かなり、まあ、お互いにもうなんかサポートが硬すぎて、もう全くサポート見てない、もう AD キャリアだけ狙おうかなみたいな、そうなんです、お互いにゴリラ選手、そして、ブレインマッスル選手を狙い合うというような、はい、そんなシーンだからこそキルが、あどうだ、これは殴り合いはさすがに勝てないと思うんですが、体力的な差を持ってます、さあ、バイク入って、さあブレイン、さあトリスを狙っているか、トリスを狙っているところ、当然ターゲットを切り替えていった、さあ後ろから来たカジクスですが、ちょっとこれは待ち込まれてしまう形となるか、クスは飛ぶ、しかしトリスも飛ぶ、おっとあまだ捕まえた、捕まえた、これはきれいに打ち上げました
ーが間に合わず。ダブルキル。はい、ね、やはりウルトは凶悪ですよね、バイ。そうですね、しかしここで FM が2で数決てしまって、また少し。また1点という感じです。もう、なんですかね、この1000ゴールド差を作らせないぐらいの一進一退ぶり。お互い取られたものは取り返す。本当にそういった状況ですね。激しいプレッシャーの与え合いになっています。そしてキックワードの位置もお互いに分かっているかのようにそこに手で潰すと。そうですね、やはりあとはもう集団戦ですね、本当に。はい、ですね。まあ、今のところ比較的にガンクは決まっていますけれども、はい、そのまあ、集団戦のような4対4、はい、5対5のようなシーンというのはほとんど、そうですね、少数の集団戦も起きてませんので。はい、さあ、レーンフェイズがそろそろ、まあ、あ、でも、あ、今のが初タワーか。そうです、今のが初タワー。18分で初タワー、結構ね、最近の展開としてはそう、珍しいというか、ね、相当遅いですね。はい、さあ、ここから試合が長引きそうな予感もありますが、まあ、ただもうちょっと新ゲートの相手をしたくないような空気を出しているのがシバーナですね。ちょっとファームだけさせて帰ろうかなって。ファーム量もだから、はい、まあ、現在18、19分でもうイーブンになりましたからね、まあ、そうですね、まあ、この量やっぱりお互いにちょっとファームもファームに集中できないというか、はい、かなり。さあ、ミッドは押して爆弾を乗っけての繰り返しです。まあ、ジグソーも負けじとフォークできているので、はいはい、ゴリラ選手、きちんと、おっと、バイが捕まえたか、バイカジックスはどうだ、カジックスはこれ、どうだ、どうだ、どうだ、ちょっと、どうする、いや、これ、追い払ってた、さあ、もう追いかけるか、追いかけるか、しかし、瀬尾選手が当然、ウルトがあるので、爆弾まではつながらず、ちょっとこれは先にかけてしまうと、バリアの時間が切れてしまう、はい、バリアの時間より、自分の頭の当たらないセール、ちょっとびっくりした。はい、僕もちょっと自分で大声出しすぎてうる。はい、はい、さあ、とウルトまで決めてコンボ入れるが、シンプルで、はい、さあ、どうだ、殴り勝つのはお互いダブルノックダウンですね。あ、キルもお互いですね。はい、キルもお互いですね、ダブルノックダウン。いやお互いね、キレキレの、そう、ポイント17、お互いにお互いがキルしてるんです、はい、そうですね、そうなんですよ、はい、サポートがキルしたとかじゃなくて、あ、さあ、バイが、うーん、殺しきれない、まあ、無理はしない、はい、まあ、もしかしたらジリアンの音でバイトさせてる可能性もありますね。そうですね、今の、はい、その点のリスクを考えて、やるんじゃないかなと思います。本当、そういった意味ではジリアンはあのウルトの時間管理しても意味がないですから ね、本当にいたら必ずウルト上がってると思わなきゃいけないぐらいの、はいはい、状態ですが、さあさあ、先に、シバーナとしてはちょっとみたいな殴りは負けないルインを判定されてますね。なるほど、まあ、多分おそらくこの後も、スピリットビサージに行くとは思うんですけど、はいはいはい、相当硬くなりますよね。そうですね、まあ、ただ追いつけるかどうかって言われるとちょっと微妙なところですね、はい、さあ、またピタポイ、新自動シンデロがテレポートも上がったのでドラゴンも時間になってきたために動きが起こりそうな予感もしますけれどもね。がしかし、シンゲドがテレポート簡単に折れてしまうのでそこら辺ですよね、注意していかないといけないのは、ね、はい、ドラゴンもありますが、やはりこう IKD としてはもう真珠はいつでも来るという前提でゲームをしていなければいけない状況、ね、さあ、フォーカス入れていきますか。先ほどからね、お互いにイーブンな感じなのでボットどっちか勝つっていうのは分からないんですね。そうですね、さあ、ミッドジャングラーがブロックを取りに行くタイミングでドラゴンに行っている。これはナイス。さあ、どうだ、先に取ってしまいたい。これ寄れないですね、もう寄れないですね、はい、はい、ドラゴンを取っても再びイーブンな状況に持っていく。今のはインシケートするのか。さあ、どうだ、どうだ、捕まえるのか。スパイが捕まえない。
がウルトも外れてしまったが、さすがにウルトで強引に行く。さあがウルトを当然のウルトで体が8で入ってきたのは真剣だ。さあどうだ、これはカジックスが動きまくっちゃうんじゃないか。そうですね、一気にデッドシーフェムが3キル前で持っていった、はい、そう逃げますけれども、爆弾が爆発してると、これはちょっと嫌な戻り方をしたぞ。これはちょっと拾われすぎるんじゃないですか。そうですね、エースまで行っちゃいましたね。エースまで行っちゃいましたね。あ、1キル返しましたけれども、はい、ウルトが外れてしまった時点で一度切るべきだったんですが、ちょっと強引にいってしまいましたね。なるほど、はい、外れて外れての、前のウルトということで、はい、集団戦においてちょっと影響力のあるスキルが落ちてしまったので、そうですね、こういう展開になっちゃいましたね。ちょっと無理をしてしまった。はい、さあワンプレーで3警察つきましたね。そうですね、だってもう倒しても復活するジリアンに対して、はい、レオナのウルト、はい、ジグスのウルト、バイのウルト、はい、3つフレームとしては集団戦当たれたので、もうねお得ですよ。なるほど、はい、まあ、この辺もきっちりとそのウルトを使い切るというタイミングを見ていましたね、はい、そうですね、はい、いや結果的にいいベイトになりましたね。はい、これがまあジリアンの怖いところというか、はい、まあ、誰を狙ってもね、そうですね、してきますからね、復活してますけどもね、はいはい、まあ、そういった意味ではまあジリアンを狙ってジリアンが自分で生き返るというのは体力的にはまあいいのかもしれませんけれども、はい、さあさあダブルボフ持っているし、あらけどダブルボフ本当だ。さあしかしルインキングを完成しているために HP は削れるが、ちょっとがちょっと嫌ですね、やはり。そうですね、さあ後ろから前が入ってくるぞ。これはウルトを得意した、ウルトを入れて、これはルインがあるため逃げ切れるか。ゴーストがない、ゴーストがない。さあ反転していく、戻ってきた。そして2人集まってきてものすごい加速。さあポイ、もう全員進言としては俺を殴ってくれ、殴ってくれ、俺を殴ってくれ、俺を殴ってくれと言わんばかり。さあそろそろ時間が切れるぞ、時間が切れてからターン、ギリギリ、いやしかし反転した場合ナイスプレーでした、ね、まああの状態でワンキル拾ってっていうところでね、完全にね俺のこと殴ってくれってアピールひどかったですからね。そうですね。さあブリンクを見てからアリスターがきっちり早く陣形飛ばす。いやとちょっと見えてなかったんですが、カジックスはどこでディスしてるんですか。タワーダイブですね。そうです、タワーダイブです、ね、はい、ちょっと、はい、さあミッドの戦いが繰り広げられました、はい、ミッドがトップみたいな感じになってますけども、はい、しかしセロ選手すでにまたウルトが上がってる状態なので、はい、いくらでもという状態。おっと、さあもうちょっとダメージか、ブーメランはミニオンを返さないで、さあゴースト入れて、これは打ち上げ、打ち上げない。ちょっとシビルがどうした、何が起こった、どうした。試験とスタティック、ちょっと素でシビルの9のブーメランもらってしまうとちょっと、はい、首も取れかねないの で、 そうです、ね、はい、なんとかせめてミニオンを返してもらいたいですね、はい、さあドラゴン前でちょっと変な戦いが起こりそうだな。まだ当分リポップはしないの で、 そうです、ね、急がる必要はないんですが、さあタワー差はなし、2本対2本、はい、キル差もなし、11対11、この差はドラゴンボッドがなんかすごいところにいったぞ。いやでもシバナがボットによってどうするのかな、ミッドにグループアップするのかな、そんな時間ではない。そしてトップのタレットがそうすると当然押されて壊れて、さあトップに集まっていくが、トップにドラゴンが2分、さあどうする、どうする。さあこっちは3対2が、しかしトイスが赤バフをやった。さあどうだ、すごいすっごい動きしたら、なんだ今の、すごいできて、今のは、シバーナが、はい、飛んで、アリスターはへっこまそうとしたんですが、向き的に
壁の向こう行っちゃったと蹴り返した感じですね。はい、さあタワーダイブ、さあルインを入れて、さあこれはタワーの下、さすがに止まって切るまで、いやウルトが入っている。どうだこれは、生きていけるか。さあタワーの下に入れ込んだ、タワーの下、ナイス無言ジグス、タワーの下に押し返す。今のはトリスなしだったんですが、これは池田義明が結構でかいアドバンテージかと思いますね。さあ、まあ、そういった意味でキルをつないで、先ほど 4K、はい、3K 差までつないだところが 1.5K タワーを追って 1.5K まで、ドアセカンドタワーまでたどり着きました。さあただ後ろからアレスターが、はい、ジャンプしたか、蹴り返す、はい、で打ち上げてゼリアンが裏から爆弾入れて、これはさあしかしルイを持っている。いやさすがにさすがにさすがに、さあ爆弾で勝手に死ぬためにこれは放置させるでしょうが、しかしバリアでいける。どうだこれで、どうする、どうする、と殴りたい。アリスターに爆弾つけて、アリスター爆弾、アリスターがして、アリスターの爆発届かず。さあどうなる、どうなる、さあなんと、さあ逆転、ジレをキルしていく。なんだこの、なんだこのブレインボスル、逆にキルしたか。そして2カウント、あ、いやしかし裏からカジクスがやってきて、後ろから返す、さすがにこれは無理、後ろから回収したのはガジックス。はい、はい、まあアリスター爆弾が言ったんですけども、ちょっと爆風届かずといったところですけども、まあ、しかもあの切り返しから切り、ゼリアン、はい、ゼリアンも切り取りましたからね。はい、ゼリアンマナーも抱えてなかったので、はい、というか、はい、大系でエンターテイナーですね。そうですね、はい、いやもちろんね、素晴らしいプレーというところで、はい、さあここで待望のドラゴン池田義明側が手に入れることができるか、できるか、できそうですね。そうですね、カジックスいますけど見えていない、見えていませんね、見えていないところをさすがに止めにはいかない。さあタワーを、トップタワーを降りますけれども、ゴールド差はほぼ700ゴールド、はい、もうほぼイーブンの状態まで、そうですね、はい、はい、に来ました。本当にね、今日の試合、はい、イーブンの試合多いですよね。いやいやいや、それだけ、はい、まあ、チームとしてね、実力が拮抗してるということで、はい、本当にワンプレー、ワンタイミングが勝負を決める、そんな、そうですね、そんな展開が続いています。はい、いやしかしこれは、これはこれはどうなるんだろう。そうですね、正直集団戦次第といえばそうなんですけども、まあ、そうですね、まあ、はい、ボクシングのもう AP ビルド言ってますからね。そうですね、このどうですかね、このまあライアルはあれですけども、仮面に行って、はい、もう本当に走り回ってダメージを出すことを考えてるんでしょうね。そうですね、はい、もうだって MS に関しては味方のバフと自分のゴースを合わせるバフで捉えられることってのはそうそうないので、うん、もういかに自分のダメージを振りまくかっていう。さあその意味で今回、まあまあ、キルデスも、はい、まあ、もちろん乗ってしまっています。ユタボイド、リトクロイド、シンゲド、そうですね、まあ、そろそろもう TP は上がっているので、はい、まあ、次のアクションとしてはもうドラゴンがないために、まあ、しばらくは起こらないと思うんですが、さあジグスがウルトにボットファームを使う。そうですね、はい、この辺に綺麗にクリアされましたね。はい、ちょっとカメラ映ってませんでした、はい、そして30分経ってタワーが4本ずつ、ね、はい、まあ、これも非常にある意味スローペース、はい、まあ、というかもうスローペース。そしてバロンに圧をかけるためにさあ、シンゲドがボッといきましたね。シンゲドの対処をしなきゃいけないんですけれども、あんまり人数を割くとバロンをやられてしまうというね。そうですね、またこの嫌な選択肢を迫られるんですが、まあ、テレポって返していきます。おっとドラでトップにいる。しかしこれはもともと AP シンそうですね、シンゲドを相手してたの で、ね、ため AP が高いですね、はい、MR あったために、 MR が高いですね、 ですね、はい、はい、スライジもすでに積んでいた、はい、
正直今は FM としてはウェーブクリアさえしとけばいいんですが、さあちょっと4位に入ってしまった。アリスターが飛ばした先が悪い。アリスターがちょっとアリスターが今の移動はやってしまった。事故といえば事故ですけどもやってしまった。アリスター、さあ裏から、しかしここは裏でもう気を取り出してしまった。ジュースノートはこのタイミングも使っている。はい、なんというセロス選手プレー。さあウルトが飛んでくる。これは使っている。さあキルを拾ったか、スウェーデンとカジックスがブリンクアップして全部キルを拾っていく。さあキルを拾って拾って拾って逃げていく。はい、これがカジックス。そしてミカエルを、味方こと爆発して、ミカエルを使って投げて、そしてバイはプリクリケが、フラッシュで逃がさない。追っかける、追っかけて、CD が上がるのを待ってる間にシーズがやってきてキル。そしてキルを譲ってエースと。いやー、集団戦。はい。トップは一瞬、そうやと思って。おー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 と思いましたけども。はい。さすが FM で。はい。いやでもあのタイミング、やはりセロス選手が味方を必ず拾う、はい、そうですね。あとは、ジグスじゃない、はい、ジリアンの爆弾でちょっと時間差で相手が削れたんです、はいはいはい、それを、カジックス絡めて拾わせることによって機動力が回復するので、なるほど。それでもうカジックスがもう拾いまくりの動きまくりです、ね、はい、はい、まさにエースがそのダイブが、はい、そしてカジックスがいるためにバロンはめちゃくちゃ速いですね。さあ、今もう寄っていましたけども、レオナすら寄れないタイミング、あのドラゴンバロンに対するダメージ、カジックスのダメージ、はい、ちょっと高すぎちょっと高すぎだと思うんですよ。ちょっとそうですね。はい、さあここでまたと言っていいでしょう、ワンプレーで 4K 差つけました。また傾きましたけど、はい、まあ、本当にね、先ほど1回ありましたけど、ワンプレーで大きな差をつけてくる、はい、集団戦で勝っているのは FM と言っていいでしょう、はい、さあバロンを取ったために FM としてはどうですかね、グループアップして押してもいいですし、はい、シンゲドに1人をさせて誰か対処を浮かせるっていうのも一つの手だと思います。池田義明側には、はい、ジグスがいるのでウェーブクリアは意外と簡単なので、あ、まあ、先ほど見てウルトを一発ポーンと打ってしまうというのすらできると、はい、が、まあ、逆に言えばジリアンを抱えている FM は、まあ、ダイブして誰かをキルさせて、はい、まあ、ターレットを割るという戦法も取れますから、まあ、そうですね、何個か戦法ありますよね。さあファーム量的には、まあ、新人が少し増えて、そしてジグスが少しアドバンテージを取ったということで、はい、CS はほぼ互角、キルとドラゴン、そしてバロン、これによって 4K 差が生まれ、3、そうですね、4K 差が生まれているといいでしょう。ボットが押されているためにボットに集まる池田義明チーム、おっと新人が裏から入ってきた。さあ、新人が裏から入って先に入るのか、はい、後ろから来てるぞと追い返すが、しかしさあすっごい移動速度ですけども、さあ拾われてしまった、溶けてしまった。さあそっちでさにジリアンとウルトがまだあるぞ。誰に使う、誰に使える、チャンス、そう使って生き返らせるこの感じ、はい、さあしかしトーリスが、トーリスが全部拾いますが、さすがにシンゲトに投げられて、この3キロ AG がありましたが、ちょっとね、今トリス全部行くんじゃないかなと思っちゃいましたけど、一瞬終わりましたけどね、逆に一気に3キロ取っちゃったせいで、ね、飛び回ることはできなかった、ね、一応ブリンク自体は使えたんですが、シンケドに追いつかれてしまって、はい、ですとしまったね。さあ、1ギターまでおられて、はい、まあ、そしてボット本当にインヒビターが開いてしまったというのは池田義明チームとしては大きな痛手となりますね、はい、かなり苦しいですね、はい、まあ、そしてドラゴンも今リポップしているためにこの帰りが分かるんじゃないですかねと思いきや、いや、まあ、いや、まあまあ帰りますね、まあまあまあ一人で帰れるんで大丈夫ですね、はい、さあ、あの混戦しっかりウルト使っていきましたね、うん、ジリアン、はい、はい、セロス選手、
中断戦であれだけのタイミング、しかも結構タイミングを出してるようにも、はい、やっぱり IKD 側のそうです、ね、はい、フォーカスを決めつけたりせずにずらしてるんですけども、それでもきっちりと、まあ正直生かすのはカジックスか自分か、まあ、DPS 出せるようなチャンピオンだと思うんですけど、それでもね冷静にウルトかけれるからそれだけでもすごく思いますね。まあ、集団戦での成功率 100% 今のところ 100% じゃないですかね。きっちり欲しいところに入れてますよね。はい、素晴らしいプレーをしています。まさにゼリアンセロ選手、はい、もう本当シングの話になっちゃいます。はい、すっごいエピベルルしてもうあの人追っかけたら自分死ぬんじゃねえかなそうですね、はい、単形でさえちょっと HP 減る減るとか言ってるじゃないですか。はいはい、この神殿で追っかけたらもう天国見えますよそうなんですね、はい、まあもちろん殺しきるそんなに硬いわけではないので、はい、殺しきるっていう選択肢ありますが、はい、今ユキューズはセラフ買ってます。セラフになってますね、はい、涙が、はい、どんだけ AP 上げるんだっていう感じ。そしてボイドかけますからね。そうですね、とんでもない AP なんか、はい、ね、まあ、AP いくつだろう、まあ、300くらいですか。ミリアンが今350で、そして、はい、シンゲドがもうミッドの AP チャンピオンぐらいありますからね。そうですね、もう変わらないですね。3秒、2人でも3秒超えてますからね。ボイドも積んでるのに。さあ、シバナがこのヘリ、いやちょっとポイッと投げられただけなんですけどもね。いや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 、ちょっとそれは聞いてないくらいの勢いなんですけど、シバナちょっとタンマ、ちょっとタンマみたいな状態で、はい、そんな減りますみたいな一回落ち着いて話したい感じでね、はい、一回投げたら半分なのみたいな、はい、はい、さあ、しかしシバナを抱えていないが、ちょっと待って、ちょっとこの減りはおかしいんじゃないか。いや、やばいぞ。もう一回スローが入って持ち上げて待って待ってと、ウルトで逃げるか。さあ、追っかけて、さすがにそこまではいかないもうタワーダイブして殺すんじゃないかなって思いましたけど、ね、はい、いやいやいや、さあ、一人追い返した後に後ろから合流するのかし、このシンガードは。いやー、しかしもうミニオンが、ミニオンが勝手に、さあ、いた、その人シンガードがぶっ刺さってますけど、さあ、池田主役側としてはこれは対処せざるを得ないためにトップを放棄しなきゃいけない。はい、トップが売られていく、トップ、オートカメラ、これオートカメラですよ、はい、はい、決してトップカメラが勝手に行かないだけなんです、はい、このシンゲド大好き子になってください。そうなんだよ、完全に、はい、シンゲドをフォーカスしたわけじゃないんですけど、まあ、はい、トップでね、チャンピオン同士のそのそれがなかったそうです、なかったためにこれは映らなかったんですよ、はい、さあ、ミッドで、はい、さあ、ジリアンを引っ掛けはしない、しないが、しかし、ネクサス前が一つ割れてしまいましたか。そうですね、ネクサス前が割れて、はい、さあ、バロン1分半前になり、チームとしてリコールをかけたのは、さあ、タワーが8対4と大きくオブジェクトの数でリードを取っています。はい、ドネーション FM、 さあ、IKD、そうですかね、もう TP も上がってるので、シンゲドをボット1人に行かせただけでもうね、バックダウンできちゃうんですよ。そうですね、そして頼みの綱の、シバナですけども、はい、先ほどプイッとされたらあのヘリ用ですからね。てかまだ M ないわけじゃないんですよ、あれもちろん。てか米本選手さらにラージロット買うんですね。あれはもう明治ですかね。明治ですよ、ね、タンクじゃないですね。なんか明治ですら最後の1個ぐらいはね、そうですね、装備積んだりしますけども。そうですよね、ガーディアンエンジェルとか積んだりするかと考えるでしょうが、走る明治みたいな感じですねはい、ちょっと、はい、こんなに極端な AP シーンが、そうですね、なかなか見ることはないですよね。見ましたね、はいはいはい、これな、最後デスキャップにするのか、まあ、ゾーニアってことはないかな。いやー、まあでもゾーニアでも積まない限りちょっとさすがに死ぬだろうぐらいの感じはします。ビルドはしてますけども、だって先ほどタイマンではちょっと死ぬビジョンが長かったんで、そうですね、別にディフェンス積まなくてもいいんじゃねえのっていう風に思ってるかもしれ
ないですね、はい、立ち回りっていうのがどれだけ重要かと、はい、侵入みたいな相手から攻撃を食らうような立ち回りを求められるチャンプですら、そうですね、はいはい、立ち回り次第でこの装備で活躍できるっていうのをまざまざと見せつけてくれていますユタ・プロイド。さあ侵入をあまり放置しているともうネクサスが割れてしまう。そうですね、そのため池田白木としてはもう仕掛けなきゃいけない。アリスターがただ入ってさあアリスターを捕獲してしまう。あ追い返されてこれはクリア。さあこれはもうバロンをやられたとしても、リコールさえ止めてしまえばもう FM 側としてはもうネクサス割れちゃうので。そうですね終わっちゃいます。ここいやここはもうバロンを上げてもう難しいですよね。なるほどバロン、はい、今もうバロンを上げて、そうですねここでリコールだ何人させるか、ね、さあ一瞬で人引っ掛けて、さあアリスタがリコールしてるやつを止めて、さあトレスが止まってしまった。さあもうこれネクサスに手をかけるんじゃないか。ネクサスに手をかけるんじゃないか。ネクサスがもう少しまだラストタワーが降りていない。そうですね、まあ、カジックスが一気に残るがこれはトレスが追いかける。バイがバイが間に合わない。さあこれは全員でネクサスをれば終わってしまうのでは。あトリスが死んでしまった。これトリスがダウンしてしまったので、そしてちゃんと生き返っているゼリアン。さあこれはバックダウンして殴って殴ってシングルマン走って殴る、殴ってバックドアが刺さるか。さあ終わらせたのはユタポロイドシンゲだ。バックドアがきっちり決まって GG 勝ったのは